Hello, this is Hiroshima City Japan.What is coincidence? 弥生 ruins on one straight line。何をもって偶然というのか。一直線に並んだ弥生遺跡。12個の点があります。ランダムに点を書いてみました。が、そのうち6個が新一直線に並んだとしたら、 それでもあなたは偶然と言うでしょうか弥生遺跡の中にある古墳をつないでみるとですね、そこに真一直線が現れてきます。それでもあなたは弥生遺跡が偶然このように並んだということができるでしょうか大切なことは あなたが持っている常識を一度ひっくり返してみることです。続くビデオをお楽しみください。Hallo! This is K-MIA and Hiroshihayashi Japan, October 28, 2014. First, they came And humans, next. 最初に彼らがやってきた。次に人間がやってきた。このことは日本の弥生遺跡を見ればわかります。12の主な弥生遺跡のうち6つは新直線に並んでいます。つまり弥生遺跡は最初から彼らによって計画され作られたということです。 そのことについては次のビデオで皆さんに紹介しますが、桂、えー、宮さんから大変興味深いメールが届きました。 NHK でですね、テオティ和感の説明をしていましたけども、最初に場所が決まっていた、そして人々が集まって、徐々にテオティ和感のピラミッドは大きくなったという説に対してですね、まあ、このような考え方をケイミヤさんは示してくださいました。しかし、私はそれは、まあ、何て言いますかあの、自分がライン理論の中でね、調べていく過程の中ですでに、えー 今年の7月,に7月22日に、えー、気がついていました。そのビデオをどうかご覧ください。Thank you very much. Hello, t Hiroshihayashi, s is i h Hamamasei, Japan。Mathematical proof that two men in Japan were created by aliens as their so called UFOs craft 日本には何千という数の、uh, 古墳がありますね。で、これらの古墳は、エイリアンの乗り物、すなわち、UFO の発着台であったということを数学的に説明します。と言っても、あまりにも数が多いものですから、今日は、やよい遺跡に的を絞って、まあ、数が少ないですから、えー いわゆる古墳がですね、UFO の発着台であったということを証明いたします。なあち、12の、まあ、遺跡のうちですね、6つが一直線に並んでいるということを、ここで皆さんにお見せいたします。まず12の弥生遺跡ですけども、私が選んだの,んだのではいけませんので、これは日本古代史の謎とミステリー、リード書から出ている本ですけども、その中に出ている弥生遺跡を、まあ、 紹介いたします。で、ここに弥生遺跡、まあ今ブルーのラインで示しましたけれども、6つのものがです。6つの遺跡がですね、ほぼ一直線に並んでいるということがわかります。他にも出雲周辺、それから九州南、あ北部にもあります。まあしかし、ここに6つの、あのー、ありますが、もう一つここに立ちますと、浜松も、実はしじみ塚遺跡っていうのがあるんですよね。で、まあこれも、その中に、まあ、えー、考えてみたいと思いますけども、 えー、これが弥生町遺跡ですね。えー、で、山木、にら遺跡ですかですね。で、ここにトロ遺跡があります。えー、ちょっと点の位置がずれてますけど、ごめんなさいね。で、カラコ鍵遺跡です。左上ですね。えー 池上曽根遺跡です。まあ、あの、浜松の清水海遺跡はこの本には出ていませんので、いなかったので省略いたします。潮出山ですね。そして吉野狩りと。こういう6つの遺跡がほぼ一直線上に並んでいるわけです。で、これに平ばると。これはあの、 並んでるわけですね。で、春の辻、壱あの岐にもあの大変なあの遺跡があるんですよ、皆さん。まあ、驚くような遺跡があります。で、もう一ところは Google Earth 上で見ています。そして、ヤマキとヒラバルを繋いでいます。今、この黄色い線がその直線ですけども、この直線上にですね、ヤマキ、ヒラバルラインですけど、ヤマキ、それから、 この黄色い線、伊勢神宮はその下にあるんですけども、この線上に、えぇ、ー、まあ、法隆寺もありということなんですけども、大戦略もこの、ほぼこの直線上にありますね。これはあの、弥生遺跡ではありませんよ。もちろん。あのー、今この直線の紹介をしているわけですけども、 宇佐神宮の近くを通って、そして平原へとやってくるわけです。で、まあ、この遺跡というのは、ほぼこの一直線上にあるというだけだったら、これは証明にならないわけです。そこで私はですね、この山木、それからトロ、池上曽根遺跡、唐子鍵遺跡、修出山遺跡ですね、それから平原、この6か所の中でですね、遺跡ではなくて、 その古墳を調べてみたんです。でもう一度あの、丁寧に調べてみたいと思いますけど、開き韮山遺跡ですね。で、ここにはですね、あの古墳があったんですけども、あの今それは城跡になっているそうですから、まあ、城跡に点を取りました。それからトロはですね、沖縄の遺跡だったんですけども、その近くにあの、まあ、静岡市の やや北方にですね。八山古墳っていうのがあるんです。これ、前方後円墳で先日行って確かめてきました。頂上にありますね。それから、空子会議遺跡、ここはですね。あの古墳というものがあのなくてですね。しかし、あのまあその中心部であっただろうと思われる場所にこうしたまあ、遺跡が現在建てられています。 で、一度確かめてみなくちゃいけないと思っていますこれ。これが池上、曽根遺跡ですね。これはもう大阪府の、まあ、市の中心部にありますが、これが池上、曽根遺跡。これはあのそのままマウントが残っています。でその 中にこうした、あの、まあ、遺跡の記念記念の建物が建ってるわけですね。修出山が困るんですね。それは後で述べますけども、この半島全体が修出山です。ですから、どこに、まあ、古墳があるかということはわかりませんでしたので、今度これも行って確かめていきますけども、頂上に、まあ、一番高い頂上に点を取りました。そして平原。平原ははっきりしてるんですよね。あ、しっかりとした古墳が残っております。で、この、 これらのマウンドを線で繋いでみます。山木、八津山、古墳ですね。それから静岡の。それから,から、唐子、鍵遺跡。それから、池上曽根遺跡。 一世紀ごめん、聖地けども。え、が、修羅山と。ごめんなさいね。あの、画像を見て話してますと。とどうしても注意がね、注力が散漫になってしまいまして、日本語がおかしくなります。この前、どなたかから叱られましたけど、あなたの日本がめちゃくちゃだ。そして、あの、まあ、いいんですけども、一直線で繋ぎますと、一直線になるんですね。で、ここでちょっと問題なのはですね、修羅山でややこうなっていますか、あの、線が歪むんですね。 で、これ、あの、直線を当ててみるとわかるんです。ちょっと上上がってますね。あとはもう一直線になってます。なぜ、しうで山かという理由はですね、えー、理由があるんですね。それは先ほどちょっとも申し上げましたけれども、しうで山というところはですね、半島全体が、あの、いわゆる遺跡になっていまして、えー、どこに古墳があるかということがもうわからないんですよね。まあ、あの、私はもうこのし、 あのインターネットで使った範囲ではです、ね、まあ、一応、頂上にとあの点を取りましたけれども、いわゆる緑地科公園が進んでるんですね、そしてまあ遺跡全体が、なってますから、観光化されてますから、どこに、まあ、たぶん、私の印象ではどこかに、あのー、古墳があったはずですが、それが今、まあ、分かりませんので、頂上に撮ったということで、少しずれています、ですからこれは現地行って調べてみる必要があるわけですね。 シュル山の,その古墳はどこにあったか、それをつなげば、私は一直線に、真一直線に並ぶというふうに確信しております。あの6つのうち5つが,5つがです、ね、直線に並んでますから、1つが外れるということはないわけです。ですから、12の点、まあ、ランダムにですね、12の点を皆さん打ってみてください。その中で6つの点が直一直線に並ぶという確率は0%です。ありえませんね。これが数学的な証明です。 すなわち、これらの古墳はですね、エイリアン、すなわち空を飛ぶことができたところのエイリアンによって、彼らの着陸台として作られたということです。アインシュタインは次のように言っています。挑戦する者は間違いを起こすことを恐れてはいけない。空想は知識より重要である。と。 既存のね、知識だけに縛られていると、新しい発見ができませんよ、ということを言ってるわけです。異常な人、それは間違った結果を期待しながら、同じことを何度も何度も繰り返す人のことを言うんだそうです。私のこと頭おかしいという人たちは、どうかこの言葉を噛み締めてください。それから、まあ、どんな問題でもね、それが作られた時と同じレベルの知識では解くことはできませんよ、と。 まあ作られたレベルを超えなさいということですね。そして限界を認めれば、やっぱりそうじゃないんだということをどっかで認めれば、私たちはその先へ、向こうへ行くことができると。まあこれは有名な言葉ですね。重要なことは問うことをやめないこと、常に問うことだということですよね。そしてこれが最も重要な言葉ですけれども、常識などというものはですね、 その人が18歳の時までに得た偏見の塊である。私たちが持っている常識というのは偏見の塊であるということです。Uh, thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshihayashi Hamamasei de Japan.I say, change your common sense.First, there are constructed c o f f i n or two m a n s People were brought in and they started living here.This is a story about it.In Japanese. 皆さん、こんにちは。私たちは今までですね、常識として、つまり学校で習った常識としてですね、まず人々が集まり、そしてその人々がですね、生活を始め、まあ、村を作り、田畑を作り、そして集落を大きくし、そして栄えていったと。そしてさらに村は大きくなり、そして やがてですねそこから文化が生まれそして古墳がというかみんなで力を合わせて古墳を作ったそして豪族の墓としても利用されたというふうに教えられていますが本当にそうでしょうか本当に人々が最初に集まりそして古墳であるものをそして作ったのでしょうかまあ多分これがあなたの常識だと思いますけども私はここでもう一度自分たち私たちが持っている常識をですね疑ってみるべきじゃないかと思うんです。 これからその証拠の一つを皆さ,皆さんにお見せいたします。これはですねリード社から出ました日本古代史の謎とミステリーですけども12の主だった弥生遺跡を選んでいます。そのうち6つがですね、 このようにほぼ一直線上に並んでいます。ほぼです、えー、少しエラーが出ていますけどもほぼ一直線上に並んでいます。他に出雲の3つ、それからさあ吉,野吉野狩り遺跡、それから弥生町遺跡ですね。それを除けば主だった6つの遺跡がこの一直線上にあるわけですね。で、これは遺跡と遺跡をつないだ線なんですね。そこで私はもう一度調べ直してみました。これが開き、奈良山遺跡です。 でで開き山遺跡はですねあのそのものそも古墳そのものはもう形がありませんね。というのはその後に奈良、えー、山城が建てられるわけです。これが奈良山城の後なんですね。奈、ね、良山城です。ごめんなさい、ね。奈良山城がここに建てられるわけですね。ですから、まあ多分この辺りに古墳があったというふうに考えられるわけですね。その周辺でえー いろんなものが見つかっているわけです。でこれはトロなんですね。これは四五日前に私は静岡に行って確かめてきました。でトロも広い遺跡,あの遺跡なんですね。まあ、その中心地に,心地に八津山古墳があるわけです。この山の上に前方後円墳があるんですね。でまあ、前この前方後円墳を中心にして、えー、ト,ロ遺跡トロが栄えたというふうに考えます。そのトロと今度は唐湖鍵遺跡です。 カラコカギ遺跡もですねあの古墳がといいますかその中心地が取りにくかったんですけども、えー、ここにですね日の宮フ的な、まあ、塔があったということでここに、まあ、あの集まったというふうに、まあ、この考えてここに点を取りましたそしてこれが池上曽根遺跡です。 まあこの辺りはもう古墳がたくさんありまして大仙陵とも6キロの距離しかありませんがまあこの中心地にですねほぼもう,こう円形のマウンドのようなものがありますからここに点を取りましたこのようにですね一石ではなくてその何て言いますか彼らがやってきたであろう点に あの点を取ってみたわけですねこれが秀出山遺跡ですけども秀出山全体がですね大きなまあきまあ、古墳というわけではありんせんけど山になっていてその頂上辺りにあの遺跡が見つかっているんですねでその博物館もその山の中深辺りにありますでこれが秀出山遺跡ですね復元図ですそしてもう一つ、えー、平原ですねで平原もですねあのー 糸島市にあるんですけども、ここにあるわけです。これは、まあ、あの古墳そのものがですね、あの残っていますから、その点を取りました。つまり遺跡ではなくてですね、遺跡の近くにある、なって言いますか、あの目印となる点をつないでみたわけです。で、山木、八山古墳と、そして八山古墳と前方古墳ですね、カラコ、カ遺跡、それから池上、曽根遺跡、それから 池上と出山この秀出山は修出山の頂点と言いますかね頂上にとりましたで秀出山と平原と繋つないでみますそうしますとですね先ほどよりもさらに綺麗な一直線になったわけであります。 えー、一直線に並んだわけですね。ということは、あこ,れらはこれらの遺跡はですね、と、まあ、いうか、その点は、今選んだ点はですね、空からこの日本を見ることができ,るできた人によってアレンジされたということなんです。ですから、人間が集まって古墳を作ったのではなくて、最初に古墳があって、 あるいは興奮マウンドを作ってそして人々が集まってあ連れてこられそして生活を始めたというふうに私は考えます。で皆さんもう一度考えてみてください。どちらの常識の方が合理的かということなんです。人々が最初やってきてそして日本全国に,です、ね、に似たようなてか同じコンセプトを持った興奮を作ったのかそれとも 逆にですね古墳が先にあったのかということなんですそこで私たちはここで常識をひっくり返してみますこれは縄文土器ですけども常識をひっくり返してみてください で、で私の常識はこうなんですね。最初にマウンドが作られそこにエイリアンがですね人間を連れてきたそしてその人間たちはつまり私たちの祖先はですねこうして生活を始めたわけでありますそして村を作り田畑を作りそして集落を大きくしていったわけですねもちろん古墳後に墓にも利用されますけども 祭事需要としても使われたことでしょう。つまりマウンドが先にあって、そして村が後にできていたということなんです。こう考えますと、さっきの一直線が説明、なぜ一直線になるかということが説明できますし、逆に言いますと、その証拠はこの一直線直線にあるということですね。こうした直線が引けるのは空からこの地球を眺めることができた人。 ということになります私たちは神というエイリアンということになりますでないと言うならどうして全国つつ裏裏にですね同じコンセプトを持ったマウンドが作られたかということになるわけですねまたそ,そういうふうに考えないと説明がつかないわけですねということで皆さんも常識を変えてみてください Oh, okay, 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 okay. Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Ruins are aligned. マウン versus ルーニーズ。マウン first or ルーニーズ first。This is a story about it in Japanese。これが日本に日本の遺跡ですね。でこれらの遺跡をですね並べてみますと、まあこの本によれば十に持たった遺跡は十にあるんですけども、その中の六個がですね。 六カ所がですね、こういうふうに一直線に並ぶんですね。で、あと出雲の。まあ、ほぼ平行線を保つ一直線上に三つあり。さらに、まあ、九州の駅から。よ、えー、吉野、吉野ヶ里遺跡まで、まあ、三つ並ぶわけですよね。で、これは偶然か偶然でないかということですけども。偶然と思う方が。 無理がありますねでもう一つ忘れてほしくないのがこの浜私の住んでいる浜松にありますしじみずガ遺跡なんですね。あこれがしじみずガ遺跡です。どうしてこの本がこれを私たちの住むこの浜松の遺跡を忘れたのか分かりませんが、ともかくもそれともかくもしとしてですね、こうしてあの並べてみますと、まあ、一つの事実が浮かんでくるわけですね。というのはあの人間が 先なのかいわゆる住居が先なのかね、こうした遺跡が先なのか。というか、まあ、遺跡のそばにはまあ必ずあのこういったあの古墳があるんですね。まあ、UFO の発着代だたって私は前から主張していますけども、えー、これあの、人間が先で、いわゆる遺跡が先で、いわゆる古墳が後なのか。これは従来の考え方ですね。 というのは古墳は人間が作ったということになっていますからそうではなくて古墳が先にできてで、ね、そのもとにこう人間が集まってきてあの住いわゆる住居といいますか今でいう遺跡ができたのかということなんですね、まあ、しかしその答えはこの一本の直線にあるわけですこれはあの明らかにまあ空から宇宙からです、ね、あの日本を見ることができた人によって計画されているということなんですよね なあちそういったところにこの遺跡があるということになってきますと、まあ、論理的に考えてですよ、あのー、人間がバラバラにランダムに住み着いてそのあ、えー、興奮ができたということうには考えにくいですね。 でそこであの静岡にも遺跡があるということをですね A さんからあの連絡いただきましたので古墳があるということを連絡いただきましたので行ってきましたいや静岡には有名になってますからとろ遺跡っていうのがあるんですねここにトロ遺跡そこからほぼ3キロ弱離れたところに、えー、八津山古墳っていうのがあるわけですでそこへ、えー、あの A さんの案内で 行ってきましたこれがその八山古墳のあるあの清水山っていうんですかねあの読み方は私清水山と読んでましたらあの違うんですよなんて言われましたでこの黄色い線に沿って今下からの方から上の方へと歩いてみましたでまあちょっとまあ旅行気分で見ていただければ嬉しいんですけども、まあ、これが今言ったあのずっと あの丘の丘よううにというか山になっっているんでですねでまそ、あ、ち最初に登り始めた時にはそれほど大した大大山じゃないんじゃないかなと思って行ったんですけどもまあ、全長で2キロ弱あるまあ歩いて登るわけですから実際にはもっと大変ですけども、えー、登山靴でおいてくださいよって言われましたんで登山靴を履きましてそして行ってきました、まあ、ずっと歩いていきますね。それでまあこうした 日が立っていたり、まあ、こ,こで妙な岩を見つけたんですねでこれ補修してありますけども実に奇妙な岩でしてねこれ、あのー、少し話題になりましたねこれなんだろうということでポコンとこう岩があるんですね、えー、明らかに加工されていますそしてこれずっとこう加工されてましたでこれずっと登ってきますと、まあ、茶畑もありこんな大都会にこんな山があったのかと思わせるようなあの道が続いています。 山がありましてその道が、その中に道、こういった道が続いていました。で、最初の頃はもうほとんど人がいなかったんですけども、途中からちらほらとこう、まあ、あの散歩を,散歩をすなさっていらっしゃってる方とすれ違ったりしました。で、これはもちろんですね、あの頂上でコンパスをやりますと、5度ほど、5度じゃなくて、もうちょっとですね、ずれてるんですね、10度ほどずれてるんですか。で、こうやって着きました、八津山古墳です。 で古墳時代4世紀の前方後円墳ですっていうんですけどもまあ凍結されたりしてほとんどの根が何も残ってないそうですこれがあの八山古墳の跡と,というか八山古墳の頂上だよっていうふうに教えてくださいましたけどもこれがその場所なんですねでまああの木を日本,、まあ、日本ではどうしても木が育ってしまいますからこういうふうに木がいっぱい覆われているので形は分かりませんがちょっと振り返ってみたとここういうふうに見えるわけですね あのー、まあ木といってもあのなんて言いますかね雑,雑,雑木林ですね雑木林がこう自然に大きくなったような感じですからもう、まあ、どんどん切っ,て切った方が本当はいいんじゃないかななんてねその話もしましたということであの八山古墳を見てきましたやはりあトロ遺跡のそばにもあ古墳古墳なわち UFO の発着台はありましたという話で続くビデオをどうかご覧ください Thank you very much Hello, this is Hiroshi Hayashi h a m a m a c i t y Japan. This is a story about prehistory of Japan or ancient Japan. In Japanese, 今夜やですね、あの、リード社から出ています、日本古代史の謎とミステリーという本を読んでいました。その中にですね、大変興味深いといいますか、弥生時代の日本のですね、いわゆるまあ遺跡などを紹介した地図がありました。 でそれをままずあの紹介させていただきます、えー、これがその地図なんですけどもまあ、この地図を見てもってますか一見してあれと思ったのはですねまあ、ここにあの私が選んだのではありませんよこのリード社の選んだ弥生時代の、まあ、主な遺跡のあの ある地点を示した地図なんですけどもこれらの遺跡がですねあの12の遺跡が紹介されてるんですけどもその6つがですねほぼ一直線上に並んでるっていうことが分かったんですねあとまあ出雲大社周辺の3つを除けばあのー、さらにこう3つですかあの近くに並んでるってことが分かったわけですねで私はこれは偶然なのかそれともまあ何かの意図を だまあ、ね意図的にこう並べられたものなのかということを知りたかったんですね。で、まあ、あの私の今までのその調べてきた範囲内ではですね、あのエイリアンが日本のこのこ日本というよりも日本の国土に,に対してですね影響を持ち始めたのは、やはりこう紀元後というふうに理解しておりましたので、まあ、それ前後と言いますか、弥生時代はどうだったのか。 ことは考えていませんでしたで、まあ、順で見ていきますと、これが弥生町ですね、弥生町遺跡、それから山木遺跡ですね、えー、ここにあります。あの米印のところはあのそ,そ,そ,あのそこです。まあ、順にあの、まあ、日本のメインの古代遺跡ですね、トロ遺跡、これ静岡ですね。あの浜松にも伊遺跡、西岩遺跡っていうのがあ,のあるんですよあの。規模は小さいですけどね。 これがカラオコカギカラコ鍵遺跡ですね。ここ,こがクルクルッと屋根の,あの屋根が巻いているところが特徴ですね。これが池上曽根、えー遺,えー、遺跡です。ごめんなさい。えー、日本にもこういう、なんて言いますかあの遺跡が残っているんですね。まさに私たち日本人のルーツがこんなところにあるわけですね。 で、これが、秀で山、秀で山遺跡、それから、やし吉野です、ね、吉野がり、まあ、日本で一番有名な吉野がり遺跡ですね。そして、もう一つ、あの平原遺,遺跡っていうところもあるわけです。平、え、原、ー、と読むんですね。でも、これらの中でまあつ,つないでみて、まあそこで私は、まあなってますか、まあもう一つあのここに、 春の辻、生き、生きですね、島の生き島っていうんですかね、にあの春の辻遺跡っていうのもあるわけですね。で、この、今もう一度、これ直線で結んでいますが、あ まあ、あの関係があるのかないのか、私が今まで調べてきた謎の点と線と関係があるのかということを調べてみたんですけども、この直線ですね、黄色い直線がその直線です。そこでつな、まあえー、いでみたんですね、この直線の端の山木遺跡と、それとその、えー、平原遺跡ですね。で、平原遺跡っていうのは、糸島市ですか、にあるんですね。 でから伊豆の国市とあるんですけども、黄色い線があの今あのつないでみた線ですけど、山木遺跡と平原遺跡とつないでみた線ですけども、途中に放流寺があると。まあ、だからってどうっていうことではないですよね。もちろんそらく偶然かもしれません。それから、大占領の上を、っては下ですかね、あのほとんど大占領の,あの国軍古墳群の中を通っていくところも大変興味深いですね。まあ、これも偶然といえば偶然かもしれません。 あのそれがずっと行きまして西へ西へと行きますとまあ や昔ここを通り越して、瀬戸内海を通って、それで九州へ入ってくるわけであります。で九州に入るときに後でもう一度出しますけどもあの、井上山、その下にあるのが井ノ宇佐神宮のやや右上なのが井上山のストーンサークルですね。そのこの黄色い線がやがて箱崎、箱崎直撃するんですね。箱崎神宮を直撃して、平ばる遺跡へと来るわけです。でそこで、まあ、この黄色い直線がです、ね、どこかの、まあ、なんて言いますか、 今までの,あの主要フットフォールドですね、拠点とつながるかどうか調べていました。あのナ s c a m とも調べていましたし、それからテオティワーカンとも調べていましたが、つながるということはありませんでした。で 返事と,あるともつながりませんでしたし、まあ、特にあのプレハビヒアとも関係があるというふには見えませんでした。ですから、私は一応ここでですね、あのー、関係がないんだとあの、エイリアンとは少なくともエイリアン、私が今まで述べてきたエイリアンとは関係ないんだと思って、もう一度ちょっと待,ちな待てよと思って調べたのが、その域,で域にある、あのー、遺跡なんですね。で、これ、ここに米印のところがそうなんですけど、この島なんですね。で、この島に、まあ、 あの春の辻というんですね、これあ、のあの読み方は春の辻遺跡へとやってきたわけです。で、この春の辻遺跡がなぜあのと言いますか、この遺には250を超えるあの古墳群があるんですよね。まさにこんな小さな島にですね、250を超える古墳があると。その遺跡のであるという点に注目したわけです。これがあの春の辻遺跡の様子ですけども、256の古墳があると。 ですからあの半、半端というか、もう普通じゃありませんね。で、大変な数だということが、わか、わか、わか、ていうか、ある。ですから、まあ、普通の島ではないと。まあ、魏の和神殿にもあの、和神殿にも出てくる島であるというふうにも言われております。で、この、この中にですね、奇妙な鬼の岩、岩屋というのを、まあ、見つけたわけです。で、私、ま、あの、あちこちで遺跡行,行きますと、必ずと言っていいほど大きな古墳のそばには、こうした岩屋があるんですね。 まあ地下室なんですけどもね、後の,その豪族たちがあの自分の墓に利用したということは考えられますけども、もともとは地下室なんですね。でこれは長16メートルでも日本でも最大級の,あの岩でできたほら穴というか穴なんですねで。上の岩なんか4メートルもあるんだそうですね。まあ、4メートルを超えますと、これはもう普通では持ち運びというか、はできませんねあの。それだけの岩をたあの運ぶのに束れるその方法がないですね。 グロープにしても、まあ、綱にしても、まあ、ない。そこで、モヘンジョダロから、あの線を引いていました。この池へね、池アイランド、線を引いていました。で、そこの線を引いてみて、気がついたんですね。実は、この線と、この。 まあこのちょっと見にくいかもしれませんけれども、この1こ,こに池アイランドがあって、ここにあの紫の細い線を引いたんですね。まあ、これは目立たないようにというと、あちこちに一般線を引いていますから、あのまあ参考のために引いてみただけなので、見にくいかもしれませんがです、ねこそこのこの、この線を引いたときに、モヘンジョダルとイノムレヤマトスナイダー線とほぼ平行といいますか、ほぼあの一直線というか、なんて言ったらいいんですかね、まあ、あのほぼ同一線であるということが分かったんです。まあ、多少の誤差はありますけどもね。 でどうして井之山があの、模片所だろうと関係あるかというと、この井之山の入り口のところに2つの大きな岩があるんですね。 これは私、行ってみたんですけど、これはまあ一応入り口ということになっているんです。この入り口から中へ入っていくと、護、ま、身、あ、体積という、いわゆるそのまま直撃するんですね。あのちょっと見にくいかもしれませんが、道がです、ね、やや左,右の左の方を急れて、ぐるっと回り込んで、ここに護身体積があるんですね。すなわち、この門のところと護身体積とはですと、それからあの、もう返事を出るとは一直線につながっていると。ですから、まあ、 これだけでですね、まあ、即、あの、今までの伸びてきた古代遺跡、弥生時代の日本の文化がですね、あの、あのエイリアンと関係があるとは言えませんが、しかし、何かしらのつながりを私は強く感じました。皆さんはどうでしょうか何かあると思いませんかということで、今日の話を終わります。また続けてこのは、この謎を解いてみたいと思います。ついでながら、井上山の謎について解いたビデオをこの後にくっつけておきます。どうかお楽しみください。 Thank you very much. See you again next time.